国旗の日の丸の正体は太陽ではありませんでした。祝日の公共機関の建物やスポーツの試合など、私たちの身の回りにあふれている日本の国旗、日の丸。世界中に広く知られたこの日本の国旗ですが、これは一般的には太陽を表したデザインであると言われています。しかし、このデザインはただ太陽であるという以上に深い意味がありました。そもそもこの日の丸はいつから存在したのか、太陽がなぜ赤色で描かれているのか、そして日本の国旗が象徴するもう一つのあるものとは。今回は知っているようで知らない日の丸の衝撃の真相について語ります。日本神話に登場する最高神はアマテラス大御神です。このアマテラス大御神が太陽神であることからもわかるように、日本人は古来太陽を信仰してきました。他の文化においても太陽神というものは存在しますが、日本の太陽神は他の太陽神にはあまり見られない特徴が2つあり、女性の神であるということ、そして数ある神の一柱ではなく最高神であるということです。ここに太陽への信仰を特別視する日本人の特徴を見ることができます。日本神話には初代天皇である神武天皇が大和を征伐する際のこんなエピソードが描写されています。最初は西から東向きに大和の国に入ろうとしていた神武天皇でしたが、その時の戦いで敗退し、神武天皇の兄が負傷してしまいます。そこで日の神の子孫である自分たちが日の昇る方向である東に向かって戦うのは良くない、これは天の意志に逆らうことになるということになり、神武天皇らは大きく迂回して別方向から攻め、最終的に勝利を得ることになるのです。また聖徳太子が隋の皇帝である煬帝に送ったあまりにも有名な国書にも、ヒーズルところの天使、すなわち日の昇る国の君主という天皇の自称が書かれており、当時の日本人が太陽を自らのアイデンティティの根幹としていたこともわかります。それから少し後の時代の人物である天武天皇は、兄の天智天皇亡き後、甥の光文天皇と皇位を争った壬申の乱の際、伊勢の国を通り太陽神アマテラス大御神の祀られた伊勢神宮を拝み、戦いに勝利することを祈ったと言われています。古代において太陽神や太陽は人々に特に重要視され、大切に祀られていました。そんな太陽がデザインされた日の丸ですが、その源流となる意匠が朝廷によって重要な場面で用いられた最初の例が797年、桓武天皇の時代の朝賀の儀であると言われています。朝賀の儀とは律令によって定められた儀式で、毎年の元日の朝、皇太子以下の朝廷に仕える貴族たちが天皇に挨拶をするというものです。この際、会場の飾り付けに日蔵の旗を掲げたという記録があり、この日蔵というのがデザインとしての日の丸の源流であると考えられています。日蔵は太陽をかたどったものという意味を表す普通名詞です。しかしこの時にはまだ白地に赤丸という私たちに馴染みのあるものではありませんでした。日の丸は第二次世界大戦時、軍旗として盛んに用いられ、これが一部で日の丸は軍国主義の象徴というイメージを生み出しています。ただ軍旗としての日の丸の起源はかなり古く、西暦1056年、平安時代の河内源氏の統領であった源頼義が奥州征伐の際、御霊勢天皇から下賜されたものです。実はこの時の日の丸の旗は1000年の時を超えて現存しています。これが収められているのが山梨県甲州市にある雲峰寺であり、現代では一般公開もされています。源頼義に与えられた日の丸の旗は、その後その三男である新羅三郎義満、そしてその子孫である甲斐武田家に伝えられ、最後の当主である武田勝頼が天目山の戦いで滅んだ際、雲峰寺に納められました。この日の丸の旗とともに武田家の家宝とされたのが盾なしの鎧であり、こちらも源頼義が奥州征伐の際天皇より与えられたものであると伝えられています。この2つは代々の武田家において神格視され、合戦の際には当主は御旗盾なしもご昇乱あれ、すなわち盾なしの鎧も日の丸の旗もどうか我々の戦いぶりをご覧くださいと誓いを立ててから出陣したとのことです。当初は特に白地に赤丸に限ったものではなかった日の丸のデザイン、古代においては太陽が金色で描かれ、
赤地に金の丸の場合もあったとのことでしたが、白地に赤丸のデザインが定着するきっかけとなったある出来事がありました。それが自称寿永の乱です。平安時代末期、天下を取った平清盛ら伊勢平氏に対し、源頼朝など坂東武士を中心とした勢力が反旗を翻しました。源氏方の木曽義仲によって平氏は都を追い出され、頼朝の弟義経らの活躍もあって、1185年、壇の浦の戦いで平氏は安徳天皇と共に滅ぶことになります。実はこの一連の騒乱において、平家は赤地に金の丸の日の丸を、そして源氏は白地に赤の丸の日の丸を掲げて戦いました。平氏が赤地に金の丸を掲げていたのは、自分たちが安徳天皇を奉じる官軍であるという意識の表れであるという見解もあります。後の時代の戊辰戦争の際に掲げられたことでも知られる朝廷の象徴である錦の御旗は、赤地に金の太陽と銀の月を描いたものでした。しかし最終的に源氏が勝利したために彼らの日の丸が鎌倉幕府で尊重され、また源氏の子孫を自称した室町幕府、江戸幕府の将軍たちもこれを大切に扱っていました。もしその後に平氏が都に返り咲き、平氏の政権が続いていたら、赤地に金の丸が日本の国旗となっていたかもしれません。その後、他のデザインと並存しつつも、白地に赤の丸の日の丸は戦国武将たちの馬印、また旗印として使われ続けていました。馬印や旗印は戦場において武将のいる場所を明確に示すために掲げた印のことで、旗の形をしたものを旗印、また傘や扇など旗以外のものを用いたものを馬印と呼んでいます。馬印の代表的なものといえば、豊臣秀吉の用いた金描炭でしょう。また徳川家康は金扇を馬印として用いていましたが、同時に円利江戸権具浄土という文字が書かれた旗も用いていました。これは仏教の浄土宗の思想にある言葉で、苦悩と汚れに満ちたこの世を離れ極楽浄土に往生したいという意味であり、その背後には天下を統一して平和な世の中を作りたいという願いが込められていると言われています。ただこれまで登場した武田信玄や徳川家康、そして織田信長などは白地に赤の日の丸の旗印も戦場で用いていたと言われています。信玄や家康は源氏の子孫であったことから、そして信長は源氏ではなかったものの、天下統一の象徴とされていたこの白地に赤の日の丸を当然のものとして用いていたのだと考えられます。このように様々な武将がそれぞれのデザインを馬印や旗印として掲げる中で、白地に赤の日の丸を旗印とした武将もいました。平和が訪れた江戸時代にあっても、この白地に赤の日の丸は数ある意匠の一つとして人々に知られていました。江戸時代、そんな日の丸のデザインが使われたものの一つに将軍が所有していた船があります。当時幕府の船にはその印として徳川家の家紋である丸に三つ葉葵が用いられていました。ただ将軍個人が所有する船には日の丸が船印として用いられていました。幕府は再び数々のヨーロッパ諸国と渡り合う必要に迫られます。そんな中で船印は船の国籍を表すものとして再度クローズアップされることになりました。日の丸が国旗になるきっかけはこの船印でした。幕府は日の丸を幕府船の国籍旗、すなわち国籍を示す旗として採用します。この時日の丸を採用するよう主張した人物が島津斉彬であるという説と、徳川斉彬であるという2つの説があります。まず島津斉彬が提唱者であるという説についてはこんな話が伝わっています。当時日本の船の国籍を表す旗のデザインについて幕府内で2つの候補が挙がっていました。それは白地に黒の一文字と日の丸です。斉彬は幕末の薩摩藩にあって、反射炉の建設やガス灯の製造、そして富国強兵などを推し進めた名君として知られています。斉彬は日本の国籍旗について、白地に黒の一文字より日の丸がふさわしいと進言しました。彼は鹿児島城から見える桜島から昇る太陽を見て、これを日本の旗にしようと考えたという話が伝わっています。ただ同時に白地に黒の一文字は新田氏の旗であるから避けたというのも理由の一つではないかと考えられています。
源氏の末裔の一つである新田氏は徳川将軍家の先祖とされていました。斉彬はただ新田氏や徳川氏を表すものではなく、日本国そのものを表す白地に赤の日の丸こそ日本のシンボルとしてふさわしいと考えたのでしょう。またもう一つの説としては、徳川斉彬が大きく関わっていたというものがあります。徳川斉彬は水戸徳川家の当主であった人物で、最後の将軍徳川慶喜の実の父であったことでも有名です。また牛肉や牛乳を好み、ペリーが持ち込んだ銃を量産させたりするなど、開明派としても知られていました。黒船来航によって大船建造の禁を解いた幕府が、新しいスタイルの船に新たな船印を採用しようと、日の丸と白地に黒の一文字を候補に検討をしていました。そして当時海の守りを担う海防参与の役職についていた徳川斉彬に対してその件を諮問すると、徳川斉彬はこう答えたといいます。白地中黒は徳川の先祖新田の印、日の丸は日本の印、そのため日の丸を日本の船印とすべきである。こうして新たに竣工した鳳凰丸という船に日の丸が掲げられたのです。これが徳川斉彬が日の丸の提唱者であるという説ですが、どちらの説でも主役が違うだけで大まかな内容は同じです。すなわち、未だに天下は徳川が支配するものという意識であった幕閣に対して、島津斉彬や徳川斉彬のような開明派は近代国家日本国を意識していたということが言えるのです。その後幕府は日照記を三国総印、すなわち日本国そのもののシンボルマークとすることに決め、これが日の丸が最初に国旗として扱われた瞬間となりました。明治時代、この日の丸はなんと他国に買収されそうになったことがあります。フランスやイギリス、オランダといった複数の国々から日の丸のデザインがあまりに美しいので、これを売ってほしいというオファーがあったのです。もちろんこれは物としての旗ではなく、デザインの使用権を売ってくれという意味でした。提示された金額は200万円、現代の価値に直すと200億円程度になると言われています。しかし当時の明治政府は、国旗を売るのは国そのものを売り渡すことに等しいとして、政府ができたばかりの財政難の時期にもかかわらずこの提案を一蹴しました。その後明治政府もこれを国旗として使い続け、日清戦争、日露戦争、そして2度の世界大戦においてもこの日の丸は日本兵たちによって掲げられることになりました。そして1945年、日本は敗戦を迎えます。日本を一時占領した GHQ は日の丸を掲げることを禁止します。その後祝日についてのみ特例で国旗の掲揚が許可されるようになり、1949年にはとうとうマッカーサー元帥によって日本の国旗を自由に使用してよいという声明が発表されます。その後日本では国旗が正式に法律上で定められていないことがたびたび問題となってきました。保守派は日の丸が国旗であるのは慣習法となっており、当然に国旗として認められるとしていましたが、一方で革新勢力は日の丸が国旗であることは法的に正当性がないと主張してきました。このような争いを解消する意味もあり、また埼玉県の高校で日の丸の掲揚と君が代の斉唱の問題をめぐって校長が自ら命を絶ってしまったという事件がきっかけとなって、1999年国旗及び国家に関する法律が制定されます。これは日の丸を国旗、君が代を国家と定めるという極めてシンプルな法律でしたが、歴史上初めて国旗や国家を定めた法律となりました。ここには日の丸の具体的なデザインも定められており、旗そのものの縦と横の比は2対3、赤丸の中心は旗の中心で、その直径は旗の縦の長さの5分の3です。そして赤丸の色は正確には赤ではなく紅色と定められていますが、具体的な色味までは定められていません。また国旗国家法以前は赤丸の中心が旗竿の側に少しずれたデザインのものが使われてきました。どうして旗竿の側にずれているかというと、旗めいた際にその方が美しく見えるからです。国旗国家法では正式なデザインは赤丸の中心が円の中心とされましたが、長い間慣行として用いられてきた赤丸のずれたデザインも当面の間特例として使い続けることができる
と定められています。このデザインにおいては赤丸の中心が旗竿側にずれるその距離が旗の横の長さの100分の1と定められています。紆余曲折がありつつも法的な日本の国旗となった日の丸ですが、そうなる前からこの国旗は世界に知られており、日の丸を参考にデザインされたという他国の国旗もあります。その一つがバングラデシュの国旗です。バングラデシュの国旗は緑の字に赤い丸というデザインであり、この緑色は豊かな大地を、赤い丸は昇る太陽と独立戦争で流された血を表しているとされています。この国旗のデザインを選定したのは初代大統領のラフマンですが、後に首相になったラフマンの娘シェイク・ハシナは2014年に日本を訪れた際、父はこの国旗のデザインに関して日本の日の丸を参考にしたと述べています。これは日本が農業国から工業国へと劇的な発展を遂げたということに感銘を受けたラフマンが、バングラデシュにもそうなってほしいという意味を込めてこのデザインを選んだものであるとされています。もう一つ、日本の日の丸に似たデザインの国旗としてパラオの明るい青色の字に金の丸の国旗があります。青はパラオの海と植民地時代からの脱却を表し、金色の丸は収穫や年中行事、また自然のサイクルに深い関わりを持つ月を表しています。日本の統治下にあったこともあるパラオの国旗は特に日の丸のデザインに関わりなく作られたとされていますが、その影響を指摘する声もあります。日本軍に掲げられた旗として日の丸の他に旭日旗というものがあることを知っている方も多いでしょう。この旭日旗は日の丸と同じく太陽をモチーフにした白地に赤のデザインですが、大きな違いは太陽を表す丸い部分から放射状に描かれる光線があることです。この光線の本数に関しては16本のものがよく知られていますが、4本や8本、12本のものもあります。これは一般的なデザインとして武家の家紋などに幅広く使用されていました。1870年大日本帝国陸軍の軍旗としてこのデザインが採用されますが、日の丸ではなく旭日旗が採用されたのは明治政府と敵対した幕府軍が先に日の丸を軍旗として使用していたからという事情によります。その後明治政府によって日本が再び統一された後は、明治政府自身もこの日の丸を使用するようになりました。一方陸海軍で軍旗として使用され続けた旭日旗ですが、第二次世界大戦後には一旦日本軍の解体に伴い軍旗としての地位を失ってしまいます。そして再びその地位を取り戻したのは1954年の陸上自衛隊海上自衛隊発足の時のことでした。ちなみに同じ旭日旗でも陸上自衛隊の自衛隊旗と海上自衛隊の自衛艦旗はデザインに違いがあり、陸上自衛隊の方は中心の太陽から伸びる光線の数が8本、海上自衛隊の方は16本となっています。日の丸には太陽が赤色で描かれていますが、実は太陽を赤で描くという文化は世界的にもそれほど多数派ではありません。日本の他にはタイなどでわずかにそのような慣習がある程度です。日の丸の影響からか子供たちが絵に描く太陽や天気予報の晴れを表す太陽のマークも日本では赤色で描かれます。しかし他国の国旗を見るとアルゼンチンやウルグアイ、中華民国などは国旗の太陽を黄色や白で描いています。国旗に限らず日本以外の国では太陽を黄色や白で描くことが多いのです。先ほど日の丸のデザインの由来として自称寿永の乱で源氏が使用した白地赤丸の日の丸が受け継がれていったからというお話をご紹介しましたが、日の丸の太陽が赤いのは単にそれが伝統だからという以上の意味があるのかもしれません。というのも日の丸の太陽が赤いのはこれが朝日を描いたものであるからという説があるからです。その証拠の一つとして日の丸は英語ではザライジングサンフラッグ、朝日の旗と呼ばれているということが挙げられます。聖徳太子が隋の煬帝に送った国書の有名な一節、日出るところの天使、正日没するところの天使に致すにもあるように、日本は日の昇るところを自らを表す重要なモチーフとして捉えていた説があります。朝日は昼間の太陽に比べ赤っぽく見えるため、これが日の丸の赤い太陽のモチーフとなったというのは自然なことに思えます。日本という国号は日の昇るところという意味ですが、これは古代の中国で
日の昇る木であるとされた扶桑のもとにある土地を指していました。国名に関しても日の昇る場所であったということです。日本には古来初日の出を信仰してきたように、朝日を特別視する文化がありました。ちなみに先ほど登場した旭日旗の旭の字も朝日と訓読みしますので、これも朝日であるということなのかもしれません。また一方で日の丸の真ん中に描かれた円は太陽であると同時に赤子を表しているという説もあります。この説は日本神話に登場する雨の御中主の神に深い関わりがあります。雨の御中主の神は日本神話において最初にこの世に登場する神であり、その名前にある雨というのは限りなく広がる天空を表す言葉です。これの何が日の丸に関係するのかというと、日の丸はまだ何もないこの世、雨に現れた雨の御中主の神を表しているからです。ただ同時に日の丸の赤い丸は赤子、すなわち赤ん坊を表してもいます。雨の御中主の神が世界そのものをその体内に取り入れ守っているという思想を表すものが日の丸のデザインです。どういうことかというと、日本神話の中に雨の御中主の神が世界そのものを胎児としてその身の内で守ったと取れる表現があります。古事記の一節には雨の御中主の神が身にを隠されましきなりという表現が登場します。これは一般的には神自身がその姿を隠した、見えなくなってしまったという意味で捉えられることが多いですが、この説においてはこの世をその身の内に宿し大切に守ったという意味になります。つまり母親が体内にその赤子を宿すように、この世やそこに住む我々人間を守ったというのがこの身にを隠されましきなりの意味なのです。これをデザインしたのが日の丸であり、そのためここに描かれる丸は神に大切に守られる我々人間やその世界、すなわち赤子の意味を込めて赤く塗られているというわけです。世界中にそのデザインが知られているものの、多くの謎に満ちていた日の丸、ここに描かれていた赤丸はただの太陽ではなく昇りゆく朝日、そして神に守られる赤子としての我々をも表していました。そこに込められた先人たちの思いを他国の人に話してみればきっと感動してもらえることでしょう。今回は長い歴史と深遠な意味が込められた日の丸について語りました。動画が良かったと思った方はグッドボタン、次の動画が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。